どうも、ゴルフクラブより女子の手を握りたいショータイムゴルフの翔太です。まあ動画のタイトルにある通り、僕肩を怪我してしまいました。でまあ動画内でもちょくちょくね、肩痛いなみたいなことを言ってたんですけど、まあ大体まあ1ヶ月半ぐらい前から、まあベンチプレスの時だったりショルダープレスの時だったり、ゴルフスイングする時に結構左肩が痛かったんですよね。でまあインパクトの衝撃も結構痛くて、でまあ休んどけば治るだろうと思って、まあ1週間ゴルフクラブ握んなかったり筋トレしなかったりしてたんですけど、まあ、全然治んなくて、さすがにこれやべえなと思って、まあ病院行ったんですよ、整形外科のね。でまずまあレントゲン撮って、でそれレントゲンだとまあ全然異常が見つからなかったので、まあ、次 MRI 撮ったんですよね。で MRI の写真をまた病院に持ってって、で先生に見てもらったら、肩の棘上筋腱の損傷って言われて、まあ、全部の腱が切れたわけじゃないんですけど、まあ数本何本か切れてるって言われて、まあ棘上筋っていうのはまあ肩のとこにある筋肉なんですけど、その腱が、骨と筋肉をつなげてる腱が切れたみたいな感じですね。うわーこれもうやっちまったなみたいな、やべえじゃんと思ったんですけど、まあ、腱って一度切れたらあんまつなげられにくいんですよね、骨とかと違って。でまあ保存治療か手術なんですけど、まあ、手術とかしたらまあ6ヶ月ぐらいかかっちゃうんで治るのには。でなんかまあまたその先生はなんかスポーツの専門じゃないんで、また大きい病院のスポーツ整形っていうところの先生を紹介してもらって、で大きい病院のスポーツ整形に行ったんですよね。でそしたらまあその先生曰く、なんと腱は切れてないと言われて、うわよかったと思って。でまあその先生によると、この肩のインナーマッスルが炎症を起こしてるみたいな感じらしいんですね。でまあだけどまあ手術はしなくていいみたいな感じだったんで、よかったと思って。でもまあリハビリに2ヶ月要して、その間は、まあ、ゴルフしない方がいいと言われてましたね。でその先生がおっしゃってたのは、まあ、ベンチプレスは相当肩に悪いって言われたんで、はい、皆さん気をつけてください。ベンチプレスのやりすぎは良くないですね。まあ、その後、まあ、理学療法士さんのところにリハビリに行ったら、まあ、肩甲骨の位置が悪かったみたいで、まあ、力が出づらいみたいな感じで、まあ、ベンチプレスやってる時も、まあ、左肩の方に相当負担かかってるらしいんですね。でバックスイングの時にもなんかスムーズに動けなくて、肩で回してからまたさらに腕で上げようとして、また、左肩の方に負担が来てたらしいです。でまあそういうことで、僕はまあ1、2ヶ月ぐらいですかね、ゴルフできなくなりました。はい、まあできるだけ早くゴルフまたできるようにリハビリ頑張ってまいりますので、またゴルフの動画を撮れるように頑張りたいと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。アディオス。